はい。では、始めさせていただきます。テクテキリビルオフィス番外編ということで、差し込み印刷を深めてみるということで、始めていきます。よろしくお願いします。と自己紹介ですが、目黒と申します。その他については、とりあえず省略いたします。あ、で、とりあえず活動としては、拡張機能なんかを作ったりもしております。で、本日の、テーマなんですが、もともと日本語チームでですね、YouTube チャンネルを持ってまして、そちらの方で動画を公開しております。いろいろやってるんですが、その中の一つがテクテクリブレオフィスというコーナーがありまして、でこの中でも特にですね、差し込み印刷が人気があるという状況なんですが、若干こちらの方に今日は、ちょっとスポットを当てていきたいなというふうに思ってます。で、軽くのデータなどからライターのドキュメントに、各項目を差し込んで複数ページのドキュメントとして出力するまたは印刷するというのがこの差し込み印刷の概要になるんですが、こちらの方がですね若干分かりにくいという声がよく聞かれると。で、標準的な方法としてはツールから差し込み印刷機能、差し込み印刷ウィザードというのを立ち上げて、設定をしていくんですが、これが結構難しいと。で、進めていくとこんなダイアログが出てきて、データベースの交換とか出てくるんですが、データベースの交換って何ですかっていう感じですよね。特に他のオフィスなんか使ってる人ですと、ファイルとファイルを結びつけるというイメージであって、データベースという言葉は出てこないわけですね。で、または進めていくと、アドレスブロックを設定しなさいみたいなところが出てきまして、アドレスブロックって何ですか？軽くの中で使われている項目を差し込みできればいいんですけど、なんかこう、要は変な中間層でもって柔軟性を確保しようとしているせいで、なんだか分かりにくくなってるという感じなんですね。で、なんで、こんな風になってるかというところなんですが、で、LibreOffice の差し込み機能ですね、もともとベースが裏で動いている形になっていて、で、システムに接続されたデータベースというものがあるんですよというのがまず最初にあると。このところを理解する必要があるわけなんですね。で、こんなイメージです。例えば軽く、例えば CSV、またはベースなんかのデータベース、または接続したネットワーク経由のデータベースなんかを、まずは LibreOffice が一旦、データベースの一覧として引き受けますと。で、そこから、例えばライターに差し込みますというふうなことをやっているというのが、裏にあるわけなんですね。で、これが表に出てきたときに、ユーザーにとってはちょっと分かりにくいという見え方になってくるのかなというところですね。で、本来 LibreOffice は多分こういうイメージを実現しようとしているわけですね。例えば、宛先集というのが ABCD という4つあって、で、それが LibreOffice の方で、一手に管理していると。で、例えばドキュメント A に対して、宛先集 A から差し込みすることもあれば、同じドキュメントに対して宛先 B から差し込みをするというふうに、この中間層、LibreOffice の間に挟まることで、データベースを複数管理をして、それをですね、柔軟にさまざまなドキュメントだとか、または他のアプリケーションに対して渡していくという形を取るということをやろうとしているために、こういう形になっているのかなというふうに思われるわけですね。で、その辺もあって、ダイアログを、差し込み印刷ダイアログを進めていったときに、データベースそのものの項目ではなくて、それをですね、またその項目をタイトルだとか、そのとある項目は名前、ある項目は姓、ある項目は会社名というふうに、ここでこう結びつけをして、そこのところをですね、吸収していこうというふうな作りになっているようですという感じになっています。で、また進めていくと、データベースについてもですね、データベースとしてファイルを結びつけるという概念が出てくるわけなんですね。で、ちなみに実際にやっていこうとしたときに、あれですね、結構、ダイアログからやっていくと、かえって分かりにくいというところがあって、個人的には別なメニューから
差し込み印刷の設定をしてます。っていうのが、編集のデータベースの交換というメニューがありまして、でそうするとやっぱりこういう画面が出てきてしまうんですが、ここに検索ボタンというのがあって、でここからですね、カルクのファイルなんかを選択していくんですね。でこれで指定というふうに決定すると、今度はですね、接続されたデータベースというのを見ることができるようになります。でまたここで、表示のデータソースというものを開くと、通常のウィンドウの上のところにですね、接続されたデータベースの一覧と、で現在接続されているデータと、でそれからそのデータの一覧というのがですね、表示することができるようになっているんですね。でかつ、差し込み印刷の設定という意味だと、ここの表示されたデータから、ここの項目をですね、文書内にドラッグで設置することができるようになってます。この辺はテクテクリブレオフィスの動画の中でもこの手法というのはそうご紹介してます。ドラッグで実は差し込み設定ができるんですね。で、これなんだっけ、挿入フィールド、他のフィールド、データベース、これはまた違う方法ですね。ドラッグで挿入する方法の他にまたですね、メニューの挿入フィールド、他のフィールド、データベースというところがあって、ここまたいろいろいろんな機能が実はあって、見てると面白いんですけども、ここからですね、接続されたデータベースの項目を差し込みするということもできるようになってますよというところですね。で、そこまで設定しますと、次に印刷ボタンを押すと、差し込み印刷をしますかというふうに聞いてきます。で、差し込みし印刷しますというふうに選択をしますと、こんな感じのダイアログが出てきます。で、ここも結構ですね、多機能になってまして、見ての通り、ここにデータベースなんかが出てきてるわけですね。で、実はここの部分で、差し込み印刷と進めた中でも、実はデータベースを選択したりすることができるようになっています。でまたはこの右側のデータの一覧ですね、レコードの一覧のところで、コントロールを押しながらクリックをして、ここで全部印刷するんではなくて、特定のレコードだけを選択をして印刷するなんていうこともできるように実はなっています。でフィルターなんかも使えるようになってまして、ここのメニューですね、ここの中にオートフィルター的なイメージで使えるフィルター機能があって、ここで例えば、朝食にパンが入っているデータなんていうのを抽出した後で、次の印刷法に進めていくなんていうことが実はできるようになってるわけなんですね。で、通常その差し込み印刷というと、印刷、コピーじゃなくてあれか、プリンターにイメージを送ってしまうという流れになることが多いんですが、そうではなくて、ライタードキュメントに出力するということができるようになっています。ここの部分ですね、ファイルというのを選択をして進めていくと、一つのライターのドキュメントに出力をして、で、うまく出来上がったかを確認してから印刷に回すということができるようになっています。で、ライター形式だけではなくてですね、PDF 形式なんかに出力することもできます。で、ここで個々のドキュメントとして保存をするという選択をして、で、個別のドキュメントですね、一枚一枚、このレコード一件一件のファイルとして出力をするということも実はできるようになっております。で、その際にはですね、ファイル名をユニークにする必要がありますので、このフィールドの部分で、この中のどれかの項目というのを選択をすると、それでもってファイル名をユニークにした形で、ファイルを出力することもできると。PDF をバラバラに出力することもできれば、ODF を出力することもできるという形で、こんな形でですね、このダイアログだけでも相当いろんな、機能を使って、差し込み印刷を行うことができるようになっておりますというところですね。で、まとめです。LibreOffice の差し込み機能ですね、
システムがデータソース全体を管理することが前提の作りになっていると。ここの部分を理解するだけでも相当使いやすくなるんではないかなと思われます。ベースとしては、基礎知識としてはこう裏でベースが動いていますので、こちらの方も使えるようになっていくと非常に便利です。例えばSQL をかました結果から差し込みなんていうこともできるようになりますね。で、差し込み印刷ウィザードは無理に使う必要がないんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。先ほどのフィールド一覧からフィールドを差し込むということもできますので、この辺はですね、テクテクリベルオフィスの方をご参考いただければと思います。で、差し込み印刷ですね、非常に便利、高機能になっておりますので、こちらの方もですね、深掘りしていただくと、差し込み印刷非常に楽しく使えるんではないかなというふうに思っております。といったところで、私からのですね、発表の方を終わらせていただきます。ありがとうございました。ご質問などありますでしょうか？一応聞いてみます。ありがとうございます。この差し込み印刷って1ページ1レコードのやり方。そうですね。ただ1ページの中に複数レコードを差し込みということもできます。じゃあラベルシールもいけるんですよね。できますね。で、その時にはこの辺を使いこなす必要があって、この次のレコードというのを入れる入れないで、はいはい、そのインクリメントをコントロールすることになるので。なるほど。ちょっと僕も研究してみたいと思います。はい。はい、ありがとうございます。はい。といったところで時間も押してますので、ではこの辺りで、私からの発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。